函館市の高校生佐藤翔さんは5月15日に姉2人と恵山に登り、下山する際に行方が分からなくなりました。これまでに消防や警察など延べ600人以上で捜索しましたが、手がかりは見つかっていません。今朝は4ヶ月ぶりにおよそ30人体制の大規模な捜索が行われ、近くの道の駅などで佐藤さんの写真入りのティッシュを配って情報提供を呼びかけています。些細な情報でも結構でございますので、佐藤翔君に関する情報を警察まで情報提供していただければと思います。